知床五湖です。どうも、何か新しいことが分かりましたか？いえ、何も。駐車場の売店です。店の人がいます。アカンコです。アイヌの民族衣装を着た人たちと写真屋さんがいます。マリモヤ旅館です。お二人さん、ご案内。あれ、この前の刑事さん。ああ、そうだ。今朝写真屋が来て、その人の写真を置いていったんです。何でも後で送るということで撮ったらしいんですが、嘘の住所だったとかで、まだうちに泊まっていると思って持ってきたんですよ。ボス、やっと女の写真が手に入りました。名前がわからないので、これを写真2とします。ああ、そうだ。今朝写真屋が来て、その人の写真を置いていったんです。どこにあったかな。あ、確かもう渡しましたっけ。ほら、もらってますよ。まったく、私としたことが。ちょっとこれを見てくれますか？確かにこの人は殺されたとかいう男の人と一緒でしたよ。ちょっとこれを見てくれますか？この人が殺されたんでしょ？さあ、ヤクザたち。アカンコです。ちょっとこれを見てくれますか？おう、これは私が撮った写真に間違いありません。ちょっとこ…おう。何のことですか？知床半島の中ほどにあるウトロ。駐車場の売店です。店の人がいます。ちょっとこれを見てくれますか？そうそう、この人ですよ。あのカップルの女の人の方は。そういえば、あのカップ…知床半島…お土産屋です。店の人がいます。はい、いらっしゃい。ちょっとこれを見てくれますか？殺されたって人の連れの女性ですね。前に言った置物のことくらいしか思い出せんな。ウトロ港です。この間の船員がまだ暇そうにブラブラしています。
ちょっとこれを見てくれますか。あ、この人なら昨日ここに来たよ。一人だったな。確か岬に行きたいって言ってきて、でも船が休みだって分かると小田原を見るにはどこへ行けばいいかとか言ってたな。野付半島にある木の墓場みてえなとこだよ。そういえばあの人妙に寂しそうだったな。自殺なんかしなきゃいいけど。のつけ、そういえば確かみ、とどわら、ちょっとこれ、ん、とどわらです。ああ、女性が死んでいます。せっかくここまで来たのに遅かったか。なるほど、木の墓場という感じです。ここには何か聞けそうな人はいないようです。聞くより自分で調べてみませんか。やはり写真2の女、知床五湖で殺されていたあの男の連れの女に間違いありません。やはり知床。ボス、何を言ってるんですか。ここにいるのは僕たちと女の死体だけです。では車の無線で所轄の者を呼びましょう。やはり写真2の女、知床五湖で殺されていたあの男の連れの女に間違いありません。周りに睡眠薬が落ちています。多分これを飲んで自殺を図ったんでしょう。なるほど、木の墓場という感じです。なるほど、なるほど、なるほど、木の墓場という感じです。おや、何かあるぞ。これは、やはり写真2の女、知床五湖で殺されていたあの男の連れの女に間違いありません。周りに睡眠薬が落ちています。多分これを飲んで自殺を図ったんでしょう。特に変わったところはありません。それは所轄の鑑識の者に任せましょう。そんなことしてる場合ですか。連絡はすでに済ませてあります。まもなボス、そんなことをしている場合じゃありませんよ。死体をこのままにしてどこへ行けというのですか。やはり知床ごっ、こんなところで冗談はよしてくださいよボス。所轄の者が来るまで現場に手を触れてはいけないことぐらいボスもご存知でしょう。ああ、死体がうめき声を、まだ死んでいなかったのです。
おい君、しっかりしろ。しっかりするんだ。女は命を取り留めました。やはり白木というのは偽名で、本名は小野徳子、25歳。5個で殺された男は井口邦夫、30歳、札幌の会社員ということです。どうして殺したのか聞かせてもらえますか？あの人、私を散々もてあそんでおいて捨てようとしたんです。私どうしても許せなかった。それに殺さなければ私が殺されていたに違いないのです。なぜ偽名を使ったんですか？あの人が白木という名前を使おうと言い出したのです。多分今北海道で起きている一連の殺人事件を知って、その被害者の名前を使えば私を殺しても警察を煙に巻けると思ったのでしょう。増田、飯島、白木まで殺した理由を聞かせてくれませんか？その事件は知っています。でも私、その3人とは会ったこともありません。本当です、信じてください。病室を出ました。ボス、徳子の言うことは本当でしょう。他の現場は全て海なのに、この事件だけ湖だったこと。現場に手がかりのストッキングが残されていたこと。いろいろ考えると、どうも5個の事件は簡単すぎました。しかしボス、他の3人をやったのは誰なんでしょう？あるいは5個の事件と同じように一人ずつ別の犯人がいるのでしょうか？東京のマスター、北浜で殺された飯島、彼は増田に脅されていたらしい。そして網走港の白木、白木もヤクザに追われていた。その他いろんな場所でいろんな話を聞きました。もう一度頭の中で整理してみてください。そして一日も早く真犯人を突き止めるのです、と張り切っては見たものの。さてボス、これからどうしましょう？我々の捜査は結局振り出しに戻ってしまったようなものだし、本当にもう何から手をつけていいかわからなくなってしまいました。遅くなってごめんなさい。どれも美味しそうでなかなか決められなくて。あなたは何を買ったんですか？津軽弁当お魚ばかりですか？私が選んだのはこの津軽麺濃い幕の内です。ホタテご飯がとっても美味しそうで、そちらのお弁当も津軽の美味しそうな魚ばかりですね。私北海道ですけど、青森のことはあまり知らなくて、だからこういうお弁当はとっても新鮮です。食べながらで恐縮ですけど、オホーツク事件のお話本当にありがとうございます。
父はあなたのことをとても尊敬していて、一緒に捜査できたことを誇りに思っているようでした。でも具体的な捜査内容や事件のことは話してはくれませんでした。だから私は子供の頃からずっと考えていたんです。お二人が捜査した事件、一体どんなものだったんだろうって。まさかこんなに詳しく知ることができる日が来るとは思ってもいませんでした。事件捜査の当事者である方から聞くと、とても昔の事件とは思えません。それにしても事件の捜査って本当に大変なんですね。あれだけ動き回っても。あ、もうすぐ新函館北斗駅です。北海道新幹線の終点です。ここから特急北斗、特急大空に乗り換えて釧路駅まで行くことになります。特急北斗の発着ホームはこちらです。発車まではもう少しだけかかりそうですね。さっき言いかけたままになっていたんですけど、私が想像していたよりも何倍も大変な事件だったんですね。次から次に人が殺されて、まだ真相解明には遠そうですし、それに肝心のニポポ人形です。母が気にしていたニポポ人形、まだ過去の事件のお話の中に登場さえしていません。あ、大丈夫です。結論を急げって意味じゃないです。むしろ逆です。せっかくの若い頃の両親の姿を知ることのできる機会です。じっくりお話を聞かせてください。そろそろ出発の時刻ですね。では改めてお願いします。オホーツク事件があれからどうなったのか、ゆっくり聞かせてください。連続殺人の真相、そしてニポポ人形がどう関わるか、その謎が解ければ今回の父の事件にも何か手がかりが見つかるかもしれません。警察病院の前です。特に変わったところはありません。ここには何か聞けそうな人はいないようです。聞くより自分で調べてみませんか。ボス、僕って凛々しい顔をしているでしょ。この辺りには我々しかいませんが、探せと言われても一体誰を探していいのか。え、こんなところに誰を呼べというのですか。病院の正面玄関ですが、今は入る必要はないでしょう。あれ？病院の正面玄関です。
あ、そうそう、5個の殺人に関係する写真はもう必要ないので本署に送っておきました。ここには撮るようなものは見当たりませんが。そうですね、本署に電話を入れて何かあちらで手がかりをつかんだかどうか聞いてみましょう。ボス、大変なことが分かりました。なんと網走港で死んでいた白木の肺からは海水でなく真水が出てきたそうです。しかもマリゴケとかいうのも検出できたとか。マリゴケといえば確か、屈斜路湖です。おばさんがいます。水の中に丸い藻のようなものが浮いています。水の中、さあ、そんな名前の人はこの辺には住んでいませんね。白木さん、私の知り合いにそんな名前の人はいませんが。さあ、そんな名前の人は知りませんが。近くの売店のおばさんで買い物帰りのようです。探しましたが、この辺りにはいないようです。これはマリゴケについての看板ですね。波打ち際をよく見ると茶色の丸い苔が漂っていることがあります。これはマリゴケと言います。と、水の中に丸い藻のようなものが浮いています。どうやらお土産屋のようです。でも今はシーズンじゃないのか、閉まっているみたいですね。ちょっとこれを見てくれますか。ええ、警察の方なんでしょ。ちょっとこれを見てくれますか。この人がどうかしたんですか。ちょっとこれを見てくれますか。この人なら見覚えがあります。え、白木さんって言うんですか。名前までは聞かなかったから。ちょっとこれを見てくれますか。知りませんね、こんな人。ああ、その人なら温泉はどこかって聞いてきたんで、和事温泉のことを教えてあげましたよ。その人について知っていることはもう話しましたよ。それならここから100メートルくらい行ったところです。それなら水の中、何か犯人が手がかりを残しているかもしれません。調べてみる価値はありそうですね。簡素な露天風呂で掃除が行き届かないのか、紙くずが散らかっています。ガラス戸の向こうは脱衣場になっています。ここには何か聞けそうな人はいないようです。聞くより自分で調べてみませんか。
この辺りには調べるような人はいないようですが。誰に見せろというのですか？探しましたが、この辺りにはいないようです。え、こんなところに誰を呼べというのですか？うひゃ、べっちょり濡れた足拭きです。裏側には特に何も。そこはもう調べました。特に手がかりになるようなものは見当たりませんでした。そこはもう調べました。簡素な露天風呂です。ガラス戸の向こうは脱衣場になっています。簡素な露天、結構熱いお湯ですよ。おや、何かあるぞ。これは随分紙くずが散らばっていますね。おや、これは何だろう。ボス、青い表紙の手帳が落ちています。ボス、青い表紙の手帳が落ちています。手帳を拾いました。簡素な露天風呂で、ガラス戸の向こうはほとんどのページが白紙のままですが。おや、ここに何か書いてあります。どうやらこの手帳は犯人のものに間違いなさそうですね。飯島と白木は
殺された人物です。殺した人の名前を一つずつ消していく。犯人はこうやって自分を勇気づけていたのでしょうか。それにしても残りの二人の名前が気になりますね。阿久津秀夫、これは今度大臣になると言われている国会議員の名前じゃないですか。横に書いてある番号は阿久津秀夫の自宅か事務所の電話番号かもしれませんね。後で試しにかけてみましょう。それに奥村喜助、これは一体何者でしょう。待てよ、奥村、思い出せないな。バツ印で消されているところを見るとこの男も殺されたということなのでしょうか。さっきのページをもう一度見るのですね。手帳に書いてあることはこれだけです。わわ、若い女性が脱衣場から出てきました。おや、あなたは確かマシューコで一度お会いしためぐみさんではないですか。あら、この間の刑事さん。これはまた妙なところでお会いしまして。マシューコで会っためぐみさんがいます。こうして見ると実にグラマーですね、めぐみさんって。やだ、刑事さんったら。さあ、そういう名前の人は知らないわ。さあ、そういう名前の人は知らないわ。この近くで殺されたの？やだ。さあ、そういう名前の人は知らないわ。ちょっとこれを見てくれますか。ああ、この人、実はこの間はマキコが言いたくなさそうだったから。私も調子を合わせていたんだけど、この人、彼女のお父さんにそっくりなの。ちょっとこれを見てくれますか。やっぱりマキコのお父さんにそっくりだわ。ちょっとこれを見てくれますか。さあ、こういう人は見たことないな。ちょっとこれを見てくれますか。さあ、見たことのない顔だわ。めぐみさん、ちょっと身体検査をさせていただきます。ボスの命令なので。そう、命令じゃ仕方ないわね。でも私、バスタオルの下は裸よ。ね、嘘じゃないでしょ。え、さっきの写真の人、増田っていうの？じゃあやっぱり、マキコのお父さんとは別人なのかな？え、じゃあやっぱり…ええ、彼女の名前は野村マキコ。私と彼女は中学生時代の同級生なのね。それでね、実は東京の大学に通っていた彼女の妹のゆかりさんがこの間交通事故で亡くなってしまって、
1週間ほど前にお葬式を済ませたばかりなの。妹のゆかりさんのこともあるし、私、マキコが何か事件に巻き込まれているんじゃないかと心配なの、刑事さん。マキコの住所ですか？札幌市手稲町3コーポ206号。電話番号は011-231-111 だったかな。私が喋ったってこと、マキコには内緒にしてね。私が喋った…何でも、ひき逃げだったらしいの。未だに犯人は分かっていないそうよ。私、妹のゆかりさんとは直接会ったことないし、あまり詳しいことは知らないのよ。私、2、3回顔を見たことあるだけだからよく知らないんだけど、結構頑固そうな人だったかな。2、3回、こんなところで会ったのに恥ずかしがっている様子はありません。彼女結構大胆ですね。ねえ、どこを見てるの？刑事さんって言ってもやっぱり男ね。誘惑しちゃおうかななんて嘘よ。だってそんなことしたらマキコに叱られそうだもんね。ここで写真を撮っても仕方ないと思いますよ。ボス、何を考えているんですか。いくらボスでもしまいに公然わいせつでしょっ引きますよ。そう、私は構わないんだけどな。そんなに私のこと見つめて、かわいそうだから見せてあげるね。
おしまいよ。札幌市手稲の牧子さんのアパートの前です。洒落た感じの真新しいアパートです。すりガラスなので中の様子はよくわかりません。暗くて人気がないのは確かですが、すりガラスなので そっちじゃないです、ボス。鍵がかかっています。牧子さんは留守のようで、中に人の気配はありません。この辺りには調べるような人はいないようですが、探しましたが、この辺りにはいないようです。ではアパートの管理人を呼んできます。何かご用ですか？牧子さんは1年ほど前に通勤の都合で真駒内の自宅からこちらに一人で引っ越してこられまして、冬場はこの先のテイニスキー場でスキーのインストラクターの仕事、夏場はスポーツ用品店に勤めていると聞いていますが、そういえばこの間しばらく旅行に出かけると言って出かけて以来ずっと留守のようです。そういえば野村真紀子さんの妹さんのことですね。気の毒に交通事故で亡くなったと聞いています。ここへも時々遊びにいらしてましたが、明るいお嬢さんでした。本当にかわいそうなことでした。牧子さんがここを借りるとき一度挨拶に見えました。ちょっと頑固そうな人ですが、娘には甘い感じでしたね。職業ですか？確か札幌市内で飲食店に勤めていらっしゃるとか。その飲食店の名前は分かりませんか？確かコロンビです。いや、転ばぬ先が、違うな。ひょっとしてコロポックリ？ああ、そうそう、確かそれです。一度しか会ってないのであまり詳しいことは。さあ、そういう名前の人はここには住んでいませんが、心当たりはありませんね。私の遠い親戚に飯島というのがいますが、あまり関係なさそうですね。
ちょっとこれを見てくれますか？え、刑事さんなんですか。いや、驚いたな。あの真面目そうな牧子さんが警察のご厄介になるようなことをしでかすとは。いえ、そういうわけではないのです。本当ですか？ちょっとこれを見てくれますか？ああ、思い出しました。野村さんのお父さんですよ。ちょっとこれを見てくれますか？さあ、この辺では見かけない顔ですね。ちょっとこれを見てくれますか？さあ、誰ですか、それ。さあ、そういうの、私の遠い、この辺りには取るようなものは見当たりませんが。何でしたらマスターキーをお貸ししましょうか？あ、どうも。じゃあちょっとお借りします。それから我々がここに来たこと、牧子さんには秘密にしておいてください。わかりました。室内に入りました。いかにも牧子さんにふさわしい、きちんと整頓された部屋です。ここにあの牧子さんが普段寝起きしているのだと思うと、なんだか興奮してきますね。いかにも牧子さん、ここになんだか、ここには我々しかいませんが、ではちょっと周りを見てきます。やっぱり見つかりませんでした。探しましたが、この辺りにはいないようです。まだドアの外にいるようです。僕らが外に出た方が早いと思いますよ。特に変わったところはありませんが、文芸書やスキー関係の本、アルバムなどがあります。牧子さんのネグリジェが載っています。牧子さんの衣類が入っています。牧子さんとゆかりさんの写真です。妹のゆかりさんは牧子さんとタイプは違いますが、なかなか美人だったみたいですね。一通り写真を調べましたが、特に手がかりになるようなものはなさそうです。え、もっと細かく調べるんですか？わかりましたよ、調べます。一番上の引き出しにはハンカチとか靴下が入っています。その下の引き出しにはブラウスとかセーターなんかが入っています。その下の引き出しにはパン、いや、下着類が入っています。その下の引き出しにはブラ、いや、そのやっぱり下着が入っています。結局特に怪しいものは入っていませんでした。え、また調べるんですか？わかりましたよ、調べます。一番上の引き出しには、その下の引き出しには、その下の引き出しには、パン、いや、下着類が入っています。
その下の引き出しにはブラ、いやその、いや結局特に怪しい。ボス勘弁してください、僕はもう鼻血が出そうです。ボス、はっきり言ってあなたは変態ですね。文芸書や特にか、インストラクターをしているというだけあってかなり高級そうなスキーセットです。ぜひ一度手取り足取りコーチしてもらいたいものです。引き出しを開けるんですか？何か気が咎めるな。おや、これは何だろう。ボス、手紙が入っていました。引き出しを開けるんですか？おや、文芸書やスキー関係の本、アルバムなどがあります。ベッドに彼女の体温は残ってません。さっきまでいたなんてことはないみたいですね。ベッドに彼女、これがマキコさんのネグリジェ。でもボス、あの几帳面そうな彼女が脱ぎっぱなしのまま出かけるなんておかしくありませんか？よっぽど慌てて出かける理由でもあったんでしょうか？いつも彼女と一緒なんて、いやー羨ましいぬいぐるみですね。いつも彼女と壁に貼ってあるのは可愛い猫のイラストですね。いやー彼女らしいな。壁に貼ってあるのは ボス、なんと手紙の送り主は奥村喜助となっています。例の手帳に書いてあった名前です。ああ、なんてことだ。やはり真紀子さんは何かの形で事件に関わっているらしい。手紙の内容を読みます。白木が死に、飯島も死んだ。わしはこれでよかったんやと思っとる。長い間あんた方親子に一度会って一言詫びを言いたいと思っていた。親父さんによろしくと書いてあります。住所は書いてありませんが、消印は門別郵便局となっています。ボス、どうやら奥村喜助は門別に住んでいるようです。ピンクの可愛らしいネグリジェです。ボス勘弁してください、僕はもう鼻血が出そうです。ボス、はっきり言ってあなたは変態ですね。では外へ出ましょう。すいません、管理人室の電話を貸していただけますか？いいですよ、どうぞ。阿久津秀夫事務所です。ええ、
私秘書の者ですが。はあ、警察。殺人犯の遺留品の手帳に阿久津先生の名前が。そんなこと言われても特に心当たりはありませんね。すいません。いいですよ。いないみたいですね。門別の駅前です。あんたら観光客かね。ここいらへんは山の上の展望台以外には大して見るもんねえけど。え、刑事さん。へえ。買い物の途中らしいおばさんたちがいます。買い物の途中。そんな人は知らんですの。そんな人、奥村。どっかで聞いたような名前じゃが、やっぱり知らんですの。飯島ね。昔わしの知り合いに飯島って人がいたけど、多分関係ないじゃろ。ちょっと調べさせてもらいますよ。こりゃ何するだ、こんなんこんたくれが。おわ、いてててて。ボス、僕をあまりひどい目に遭わせないでくださいよ。ちょっとこれを見てくれますか。これがどうかしただか。ちょっとこれを見てくれますか。こんな人は知らんですの。ちょっとこれを見てくれますか。どこかで見たような気もするが。ちょっとこれを見てくれますか。どこかで見た顔じゃの。おお、年は取っているが飯島さんにどことの似てるの。おお、あの人は昔ここで新聞記者をやっていたんじゃ。戦後間もなくのことかの。わしの憧れの人じゃった。だから覚えちゃるんよ。あれ、恥ずかす。もうあの人のことは聞かんでくだされ。ああ恥ずかす。ちょっとこれを見てくれますか。やめてくだされ。もう恥ずかす。怪しい人物には見えませんが。買い物袋をぶら下げたおばさんが歩いています。何かあるぞ。これは。門別の町が一望できる展望台です。慰霊碑があります。
僕のそばには散歩をしているらしい人たちもいます。なるほど、ここからだと紋別の町もオホーツクの海も一望のもとです。昭和24年、紋別沖で一隻の漁船が沈み、その時この山に墓碑を建てたのがこの慰霊碑の前身だそうです。大した話は聞けませんでしたが、二十歳ぐらいの可愛い女の人と50歳ぐらいの男性の二人連れが備えていくのを見た人がいました。特に手がかりになるような話は聞けませんでした。特に怪しい人物はこの辺りにはいませんが、ではその辺にいる人たちに見せてきます。持っている写真を見せてみましたが、何の反応もありませんでした。もしかすると慰霊碑に花束を置いていったというのがそうかもしれませんが、すでにここにはいないようです。探しましたが、この辺りにはいないようです。え、こんなところに誰を呼べというのですか？海で亡くなった人たちの慰霊碑です。花束が2つ備えられています。そんな、花束を備えた人の気持ちを踏みにじるようなことはできません。そんな、ここには取って役に立つようなものは見当たりませんが、オホーツクの海に消えた人たちの慰霊碑です。花束が2つ備えられています。じっくり慰霊碑を見てるおばさんです。歴史に興味があるようですね。あのおじいさん、ずいぶん息を切らしてます。ここまで駆け上がってきたんじゃ無理もありませんね。紋別の駅前です。紋別の港です。港湾管理事務所があります。おう、そこの兄ちゃん、何をジロジロ見てるんだ？我、なんか用があるんかい？誰？ちょっとすいません、警察の者ですが、聞きたいことが。なんだよ、ほら、何も知らねえぜ。ちょっとすいません。なんだよ、ちょっとすいません。なんだよ、お、ちょっとすいません。なんだよ。この辺りの漁師です。ちょっとこれを見てくれますか？写真なんか見たくもねえや。ちょっとこれを見てくれますか？じいさんの写真なんか見たくねえよ。
ちょっとこれを見てくれますか。じいさんの写真なんか見たくねえよ。ではちょっと周りを見てきます。やっぱり見つかりませんでした。探しましたが、この辺りにはいないようです。え、15メートルぐらいの漁船で、かなり沖まで漁に行く船だそうです。普通の建物で、特に変わったところはありません。なんだよ、ちょっかいかけないでくれ。魚が逃げちゃうじゃねえか。ああそうだよ、全然釣れねえよ。分かったらもうあっち行ってくれ。ますます釣れなくなっちゃうだろ。何度調べてみても変わったところはありません。何度調べて…我、なんか用があるんかい。普通の建物で、特に変わったところはありません。普通の建物で、特に変わったところはありません。あれ？普通の建物…管理事務所に入りました。すみません、警察の者ですが。カウンターにニポポ人形と呼ばれる木彫りの人形が置かれています。カウンターに、お役に立てなくてすまんが、わしには何のことだかさっぱりですわ。そんな、しらきることを聞かないでください。そんなことを聞かれると、とてもしらきますね。しらき。さあ、誰のことでしょう。心当たりがありませんな。ここらで一番大きな事故は昭和24年の永福丸沈没でしょう。記録によると船頭ほか7名がこの事故で死亡してますな。船主は奥村喜助となっとる。住所は、ああ、ここから海岸沿いに行って諸骨川を越えたあたりですな。沈んだ船の船主が奥村喜助となっておりますが、私は直接会ったことがないので、何分昔のことだから、まだ生きているとしてももう随分年でしょうな。ここらで一番大きな事故は昭和24年の永福丸沈没でしょう。そのことはもう話しませんでしたっけ。ここの係員みたいですね。怪しいところはないようですが、気が小さそうで、とても警察を相手に嘘をつける人ではなさそうです。
気がち。ちょっとこれを見てくれますか。おや、源さんに似てますね。ちょっとこれを見てくれますか。こんな人見たこともありません。ちょっとこれを見てくれますか。見たことのない顔ですね。ちょっとこれを見てくれますか。どう見ても源さんそっくりだな、こりゃ。ではちょっと周りを見てきます。やっぱり見つかりませんでした。え、ここの係員みたいですね。怪しいところはないようですが。これはニポポ人形です。電話かけますか。だったら貸してもらえるよう頼んでみますが。すみません、電話お借りしていいですか。いいですよ、どうぞ。いないみたいですね。管理事務所の外に出ました。奥村の家です。よおいでなすった。まあ上がりなされ。ではお言葉に甘えて。見ての通りおばあさんが仏壇の横に座っています。見ての通りかなりのお年寄りですが、どうやら奥村喜助の妻のようです。かなりボケてるみたいですね。ふがふが。まあお茶でも飲んでゆっくりしていきなされ。まあお、おじいさんの写真が飾られています。これが奥村喜助とすると、すでに奥村は死んだ。奥村の遺灰らしきものがありますが、別にこれといって。かなりのお年寄りですが、どうやら奥村喜助の妻のようです。死んだ奥村の遺灰らしきものがありますが、別にこれといって。死んだ奥。ちょっとこれを見てくれますか。それがどうかしただか。ちょっとこれを見てくれますか。どっかで見たような。わしゃ年だから物忘れがひどうでの。勘弁してつかされ。
ちょっとこれを見てくれますか。どっかで見たような。わしゃ年だから物忘れがひどうでの。勘弁してつかされ。ちょっとこれを見てくれますか。どっかで見たような。わしゃ年だから物忘れがひどうでの。勘弁してつかされ。一週間ほど前だったか、年甲斐もなく夜釣りに出てな。それっきりじゃ。どれ、わしも罪滅ぼししてくるかな、とかようわからんこと言うとったの。結局あの手帳に書いてあった通り、奥村喜助は亡くなっていたわけですね。おばあさんの話では自殺のようにも思えますが。やれやれ、まったくこの事件にはわからないことが多すぎます。おばあさんの、やれやれ、ちょっと待ちなされ。あんたら刑事さんかね。だら渡すもんがあるだ。もし警察の人が来たら、この人形を渡してくれとじいさんはそう言っとった。これはニポポ人形ですね。でも目の下にのみの跡があります。まるで泣いているような。さて行きましょうか。門別の駅前です。ちょっとこれを見てくれますか。これがどうかしただか。門別の港です。港湾管理事務所があります。ちょっとこれを見てくれますか。この飲み水かよ。やっぱりそうだ、浦田のじっちゃんが掘った門に違いねえ。おう、浦田甚五郎って言って、昔はこの辺一の漁師だった。それがどうしてか、人を殺めてしまってな。今じゃどこにいるのやら。おう、それがどう。ちょっとこれを見てくれますか。やっぱりこの飲み使いは浦田のじっちゃんだ。おや、また何か。ちょっとこれを見てくれますか。あれ、あなた方もニポポ人形を持ってらしたんですか。でもそれ傷がありますね。不良品ですよ。多分刑事さん、網走刑務所で買ったんでしょう。取り替えてもらったらどうですか。ちょっとこれを見てくれますか。いやはや、そんな傷物つかまされて。早く取り替えてもらった方がいいんじゃないですか。
源さんも昔この辺で漁師をやってましたが、今は札幌に引っ越して元気にやってると聞いてますよ。源さんのことだから元気でしょう。なっちゃって、そのこと、ええ、昔はこの辺で一番と言われる漁師でしたが、今どうしているかは知りませんね。ええ、沈ん、何分さあ、そん、知らん、管理事務所の外に出ました。網走です。では、辺りにいる人に聞き込みをしてみましょう。特に手がかりになる話は聞けませんでしたよ、ボス。ちょっとこれを見てくれますか。あ、これうちにもある。ニポポ人形って言うんだよね。誰か、誰かいませんか。ボス、誰も来てくれませんでしたが。釧路市内です。やはりここにはいません。一体どこに行ったのでしょうか。では辺りにいる人に聞き込みをしてみましょう。特に手がかりになる話は聞けませんでしたよ、ボス。僕を調べるとはボスも疑い深いですね。でも変なものは持ってませんよ。何を見せるつもりかは知りませんが、探しましたが、今さら緑ヶ丘に行く必要はないんではないでしょうか。網走です。網走刑務所の前です。万が一即売所があります。歌で有名なためか、毎日多くの観光客がここを訪れるそうです。歌で有名なためか、毎日多くの観光客がここを訪れるそうです。どうしてスポーン？歌で有名なため、どうしてスポーン？はい、うちで扱っている人形は全て刑務所の受刑者の手作りです。いいお土産になりますよ。そう、誰が作ったかまでは知りませんけれど。即売所のおばさんを調べるのですか。特に怪しい人とは思えませんが。ちょっとこれを見てくれますか。確かにそれはうちで売ったものです。泣いているように見えるでしょ。どういうわけか、人殺しの記事が新聞に載った次の日、決まってそれが混じるんですよ。
ばこの間、年配の方が人形買いに来られたんですけどね。この泣いている人形を見たら真っ青な顔になっちゃって。ええ、その人はこの人形を買っていかれましたよ。本当に誰が作ったんでしょうね。本当に。え、こんなところに誰を呼べというのですか。すいません、ちょっとその人形を見せてください。はい、それはニポポ人形といって、とてもいいお土産ですよ。そちらの方も買って帰られては。すいません。はい、簡単な作りの即売所です。おばさんが店番をしています。簡単な作りの即売。おや、何かあるぞ。これは、即売所のおばさんを調べるのですか。特に怪しい人とは思えませんが、簡単な作り、簡単な作り。くたびれた様子の老人です。見学で疲れちゃったんでしょうか。印象的な刑務所の正門です。通称赤レンガ門と呼ばれていますね。人待ち顔のおじさんです。誰かと待ち合わせでもしているんでしょう。刑務所の入り口です。何か理由がないと中までは見せてもらえないみたいですね。刑務所の入り口。印象的な刑務所の入り。この間のお二人さん。そういえばこの間、へい、いらっしゃい。え、刑事さん。ゲンさんは4日ほど前から休暇を取っていますが。ゲンさんは、あんまり自分のことは話さない人だからね。確か奥さんには随分昔に死なれたとか聞いたことがあるけれど。あ、そういえば娘が2人いるとか聞いたような気もするな。つい1週間ほど前も無断で1日仕事を休みましてね。訳を聞いたら何でも身内の人のお葬式があったとか。つい1週訳を ちょっとこれを見てくれますか。何ですかそれ。ちょっとこれを見てくれますか。お、ケンさんじゃないのこれ。え、違うの。へえ。ちょっとこれを見てくれますか。知らねえな。誰だいこれ。ちょっとこれを見てくれますか。知らねえな。誰だいこれ。ゲンさんはどこかって。
だから休暇中だって言ってるでしょう。しつこい刑事さんだな。ボス、そんなことしてていいんですか？ボス、勤務中ですよ。もう、すぐに脱線したがるんだから。ボス。ケイさん、念のためうちの電話番号を教えておきましょう。011-222-966がこの店の番号です。今度は仕事じゃなく飲みに来てくださいね。門別の駅前です。奥村の家です。よーおいでなすった。まあ上がりなされ。ではお言葉に甘えて。ちょっとこれを見てくれますか？それがどうかしただか。結局あの手帳に書いておばあさんの話では、やれやれ、まったく。門別の駅前で。ちょっと調べ。こりゃ。おわあ、いててて。探しましたが、この辺りにはいないようです。やはりここに。おや、この間のお二人さん。そういう。探しましたが、この辺りにはいないようです。ではちょっと周りを見てきます。やっぱり見つかりませんでした。探しましたが、網走です。では特に手がかり。ではちょっと見てきます。ボス、見つかりませんでしたが、網走駅の駅員がそれらしい人を見ていました。なんでも50くらいの男と20歳くらいの女性の2人連れで釧路行きの切符を買ったとか。ではちょっと見てきます。ボス、見つかりませんでしたが、網走駅の駅員がそれらしい人を見ていました。なんでも50くらいの男と。釧路市内です。ではちょっと見てきます。近くの銀行でそれらしい人がまとまったお金を下ろしていたようです。もしその人が真紀子さんたちだとすると、一体お金を持ってどこに行ったんでしょうか。ではちょっと見てきます。近くの銀行でそれらしい人がまとまったお金を下ろして、もしその人。緑ヶ丘の増田の家です。まあ聞いてくださいよ。先日若い女の人がやってきて、生活の足しにしてくださいってお金を置いていったんですよ。私は訳が分からなくて。あの子、うちの亭主と何かあったんでしょうか。
え、うちの人とそっくりな人？いいえ、その子は一人でしたよ。え、うちの人とそ…この人にいろいろ見せてももう仕方ないと思いますが、探しましたがこの辺りにはいないようです。探しましたが、え、増田の奥さんが相変わらず洗濯をしています。この人を調べるんですね。古い洗濯機が、これは電気の表札に見たところ錆びた錆びた釧路市内です。マシューコです。人はいなくて、網走です。網走刑務所の前です。万が一即売所があります。本当に？では即いないみたいですね。刑務所の入り口です。何か やはりここにはいません。探しましたが、この辺りにはいないようです。なんと、刑務所の監視の人に聞いてみたところ、浦田甚五郎は無期懲役中として、ここ、網走刑務所で服役中だそうです。探しましたが、刑務所の入り口刑務所に行って浦田という老人に会ってみましょう。この老人が浦田甚五郎です。あんたらわしに何の用じゃ？刑務所の面会室です。ボス、刑務所の中で何を言ってるんですか？え、監視の話によれば浦田は現在強盗殺人の罪で服役中なのだそうです。
この辺りにはと監視の話によれば、どこかで聞いたような名前じゃが、わからんの。どこかで聞いたよ。どこかで。どこかで聞。ちょっとこれを見てくれますか？刑事さん。そんなものを見せても無駄じゃよ。ちょっとこれを見てくれますか？刑事さん、そんなもの。ちょっと刑事さん。ちょっと刑事さん。わしは毎日ニポポ人形を作ってるが、それがどうしたというんじゃ。ああ。ちょっとこれを見てくれますか？ああ、それかね。最近年のせいか手が震えて、時々のみを滑らせてしまうんじゃ。ちょっとこ、ああそれ、監視の話。ちょどこかで聞いた。ここには取るようなものは。では外に出ましょう。網走刑務所の前です。万が一即売所があります。おや、この間のお二人さん、そういえば。門別の駅前。奥村の家です。よーおいでなすった。ではお言葉に甘えて。おばあさんの話では自殺のようにも思えますが、やれやれ、まったくこの事件にはわからないことが多すぎます。門別の駅前です。マシューコです。クッシャロコです。和事温泉の露天風呂です。見ての通りここにはいません。あれ、待ってくださいボス。床の上を誰かが何かを探したような跡があります。この前と様子が違ってますね。もしかして手帳の落とし主がここに戻ってきたのでしょうか。簡素な露天風呂です。簡素な露天風呂です。ガラス戸の向こうは脱衣場。
ここには、そこはもう調べ、簡素な露天では、ちょっと周りを見てきます。やっぱり見つかりませんでした。では、ちょっと周りを見てきます。やっぱり見つかりませんでした。ああ、刑事さん。ちょうど警察に電話しようと思っていたところなんですよ。実は昨日の午後、マキコさんが帰ってきたんですが、つい先ほど何か争うような物音がして、様子を見に来たらこの始末で。室内に入りました。室内は何者かにすっかり荒らされ、めちゃくちゃになっています。マキコさんの身の上が心配です。引き出しの中が引っかき回されていますが、手がかりになりそうなものは残されていません。以前この中にあった奥村からの手紙が見つかりません。複数の男の足跡が残っています。シーツの端が引きちぎられています。ひょっとしたら、マキコさんをシーツの切れ端で縛って連れて行ったのかもしれません。マキコさん。おや、ボス、ここにあったネグリジェがなくなっています。と思ったら、ベッドの下に落ちていました。一体マキコさんの身に何があったんでしょうか。シーツの端が引きちぎれています。マキコさんを縛るために使ったものと思われます。本棚が倒れてアルバムが落ちています。マキコさんや妹のゆかりさん、父親の源さんの写真がいろいろ貼ってあります。おや、ボス、妙な写真を見つけました。なんと浦田甚五郎と真紀子さんは知り合いだったんですね。真紀子さんの一家も浦田も昔門別に住んでいたことを考えればうなずける話ですが、やはり奥村からの手紙は見つかりません。室内は何者かにすっかり荒らされ、めちゃくちゃになっています。引き出しの中が引っかき回されていますが、手がかりになりそうなものは残されていません。引き出しの中が、ここにはと、わかりました。アルバムから剥がして持っていくことにします。これを浦田に突きつければ、マキコさんと事件との関わりもはっきりするのではないかと思います。
コロポックリです。あ、警察の方？ちょうどよかった。さっきうちの郵便受けに源さん宛ての脅迫状が舞い込んだんです。脅迫状ですって？ええ、娘の命が惜しければ夕張中央炭鉱まで来いと書いてあるんです。源さんからは何の連絡もないし、もうどうしていいのかわからなくて。闇雲にあちこち動き回っても意味がありません。マキコさんの命がかかってるんです。ボス、もう少し落ち着いてください。夕張の街です。石炭産業の斜陽化を反映してか、なんとなく寂れた感じの街並みです。一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。あそこに電気屋の主人がぼんやり立っています。話を聞いてみましょうか。はあ、怪しい人ですか？そういえばさっき見慣れない黒塗りの外車が中央炭鉱の方へ走っていくのが見えましたが。黒塗りの車以外にはこれといって。ちょっとこれを見てくれますか？何ですかそれ？ちょっとこれを見てくれますか？懐中電灯とかラジオとかテレビとかファミコンとか、いろいろな電気製品を売っています。毎度ありがとうございます。でも本体だけでは遊べませんよ。このオホーツクに寄与、なんか刑事さんにぴったりのゲームだと思いますが。ボス、確かに面白そうですが、今はそれどころではありません。毎度ありがとうございます。乾電池おまけしておきますね。ボス、ラジオなんか買って何かの役に立つんでしょうか？毎度ありがとうございます。これさえあればどこにいてもナイターが見られますから。刑事さんのように忙しい方にはぴったりですよ。ボス、そんなもの買ってどうするんですか？ああ、もう嫌になっちゃうな。毎度ありがとうございます。何しろ土地柄、うちの懐中電灯は性能のいいのが揃ってますです。あ、
乾電池もおまけしておきますね。懐中電灯とかラジオとかテレビとかファミコンとかいろいろな電気製品を売っています。こっちは八百屋さんです。王さんの好きなあの夕張メロンもありますよ。こっちは八百屋さんです。こっちは八百屋。こっちは八百屋さん。こっちは八百屋さん。こっちはあれ。こっちはや。夕張中央炭鉱の前に着きました。この辺りには僕たちしかいませんが、辺りには人影が見えません。炭鉱の中は分かりませんが、こんなところに誰を呼べというのですか。中は真っ暗で何も見えません。女物のなんとなく見覚えのある靴です。おそらく牧子さんのものと思われます。まだ牧子さんのぬくもりが残っている感じです。靴の他にはもう取っておくべきものはなさそうですね。入り口は立ち入り禁止の放浪看板で塞がれていますが、中に入れるだけの隙間は十分にあります。この辺りに炭鉱内は危険です。入る前に一度操作メモを取っておいた方がいいと思いますが、しまった、罠だったか。誰かが上から石を落として出入り口を塞いでしまいました。今懐中電灯をつけます。こうなったら進むほかありません。さあどうしますか。
ボス、ツルハシが落ちていました。これで脱出できるかもしれないぞ。これは持っておきます。ボス、天井から水滴が垂れてきました。びっくりさせるな。見てください、これはマキコさんのもう一方のハイヒールです。やっぱり彼女はこの中に。やっぱり彼女のハイヒールに違いありません。持っておきたいところですが、この中で迷わないためにも目印としてこのままにしておきましょう。マキコさん、しっかりしてください。ダメだ、完全に意識をなくしています。ボス、ともかく早く彼女を外に連れ出さなければ。さあどうしますか。ここはマキコさんが縛られていた場所です。ハイヒールです。どうやら再びこの地点に戻ってきたみたいですね。今は外に出ることが先決です。こんなところで調べたって時間の無駄というものですよ。なんてことだ。こんな時に懐中電灯の電池が切れるなんて。真っ暗でどうしようも。待てよボス、懐中電灯の光のせいでさっきまでは気がつかなかったのですが、どこからか
うっすらと光が漏れています。光の方に進めば外に出られるかもしれません。ボス、光は天井から漏れています。このツルハシで崩して脱出できそうですね。やった。マキコさんは酸素の少ない洞窟に長い間閉じ込められていたため酸欠寸前の状態でした。今は意識不明だそうですが。マキコさんは相変わらず意識不明で面会謝絶の状態だそうです。病院の看護婦たちに聞いてみましたが、それらしい人物を見かけた者はいませんでした。マキコさんを呼んで話を聞きたいところですが。ねえボス、彼女は死んだりしませんよね。助かりますよね。この辺りには調べるような人はいないようですが。ここの病院の電話番号を調べてきました。 0152-45-112 だそうです。出先からちょくちょく電話をしてマキコさんの容態を聞いてもいいんでしょ、ボス。看護婦に聞いてみたところ、マキコさんは相変わらず面会謝絶の状態が続いているそうです。これがそうですが、本当はずっと彼女のそばについていてあげたい気持ちですが。では行きましょうか。網走です。探しましたがこの辺りにはいないようです。網走刑務所の前です。万が一即売所があります。浦田甚五郎老人です。あんたらまた来なすったのか。ちょっとこれを見てくれますか。おお、これはマキコちゃん、ゆかりちゃん。あんたらこの写真どこで手に入れなすった。マキコさんのアパートですよ。彼女は何者かに誘拐され我々が助け出しましたが、未だに意識不明です。ここに写っているのはあなたでしょ。刑事さん、すまんがその写真わしにくださらんか。話す気になってくれたのですね。この写真を見せられては今さらしらも切れまいて。あれは戦後間もなくのことじゃった。物のない世の中でアメリカ軍の救援物資はそりゃ貴重なものじゃった。アメリカから船が来る、
その船が東京湾に荷揚げする。だがその途中、物資を横流しして大儲けした連中がいた。何でもそいつらは旧日本軍の遺産まで横領していたそうだ。一味のボスは元海軍将校阿久津秀夫。今度大臣になるそうじゃな。船を用意したのが門別の奥村喜助。物を売りさばいていたのが行商していた白木。が何回目かの荷揚げのあと、連中はことがバレそうになったため、船を漁師ともども沈めてしまった。証拠隠滅のためにな。これをただの事故に見せかけてもみ消したのが、当時新聞社の門別駐在員をやっていた北浜の飯島だ。この時の犠牲者に船頭の野村康吉という男がいた。わしとは仲のいい漁師仲間での。康吉は早くに妻を亡くしていたので、わしは残された一人息子を親代わりになって育てた。その子の名は野村源次という。ところで増田のことじゃが、前にここに来た時わしと同じ棒になっての。源次に顔つきがそっくりで、ついわしが心を許し事件の思い出話をしたのが悪かったのじゃ。増田は阿久津が大臣になるという話を聞いて、昔の話をネタに脅せば金になると思ったのじゃろう。阿久津に会いに東京へ行って、反対に殺されよった。増田の死亡記事を新聞で読んで、じきに源次からハガキが来ての。娘のゆかりが死んだと書いてあった。その先何が起こるかは予想がついたの。一人また一人、人が死ぬたびわしは人形に涙を一粒掘りつけた。昔死んだわしの仲間の供養のため、そして親代わりになって育てた男の運命を悲しんで、わしが話せるのはこれだけじゃ。もういいだろう。さあ帰ってくれ。網走刑務所の前です。万が一即売所があります。
では即売所の赤電話からかけます。看護婦に聞いてみたところ、牧子さんは相変わらず面会謝絶の状態が続いているそうです。まさかあの阿久津が戦後のどさくさに物資の横領をしていたとは。そしてそれがバレそうになった時、秘密を知る漁師ともども船を沈めてしまったとは。その時死んだ船頭野村康吉の息子が野村源次。彼は牧子さんや死んだゆかりさんの父親、つまりコロポックリの源さんということになります。そしてその源さんにそっくりの増田がこのことで一儲けしようと東京に行って阿久津の手先のヤクザに殺された。待ってくださいボス、この時増田は源さんの名前を名乗っていたのではないでしょうか。つまり阿久津たちは源さんを殺してしまったと思い込んだ。だとすると阿久津たちは次に源さんの二人の娘の口を封じることを考えるはず。ボス、どうやら事件の全貌が見えてきました。父親とそしてゆかりさんまで殺された源さんは復讐のため、そして残されたもう一人の娘牧子さんのために一味を次々と殺す。一方昔の仲間を殺された阿久津の方はやがて源さんが生きていることに気づき、改めて源さんを殺そうとする。だとすると源さんの次の標的は阿久津秀夫、そして阿久津秀夫も源さんの命を狙っている。ボス、早く手を打たないとまた確実に殺人事件が起きます。警察病院の前です。看護婦に聞いてみたと、牧子さんは間の刑事さん、もう休暇の期間はとっくに過ぎたんですが、相変わらず何の連絡も入ってないんですよ。一体どうしちまったのか。ああ、例の脅迫状にマキコって書いてありましたが、あれ娘さんの名前でしょう。で、娘さん、どうなりました？え？刑事さんたちが助けた。そりゃよかった。もう、相変わらず。いや、娘さんが助かってよかったよかった。私も源さんには早く戻ってきてほしいですよ。人手が足りなくて休みを取れやしね。網走です。では
特に手がかり。やはりここにはいません。え、こ、はい、阿久津、はあ、警察、うん、看護婦に聞いてみた。真紀子さんは、門別の駅前です。ではちょっと周りを見てきます。やっぱり見つかりませんでした。網走です。釧路市内です。やはりここにはいません。今さら緑ヶ丘に行く必要は。では特に手がかりになる話は聞けませんでしたよ、ボス。網走です。門別の警察病院の前。ボス、真紀子さんはついに意識を回復したそうです。いや、本当によかった。ボス、真紀子さんはもうすっかり意識が回復しているそうです。何か私たちに話があると言っているとか。早速行ってみましょう。真紀子さん。刑事さん、よかった。本当によかった。あなたが意識不明の間、もう気が気ではなくて操作も手につかないくらいでした。私聞きました。刑事さんたちが私を助けてくださったと。いや、警官の当然の務めですから。刑事さん、父を止めてください。父は代議士の阿久津と差し違えて死ぬつもりなんです。私一生懸命止めたんです。でも父はもう遅い、やるかやられるか、道は二つに一つしかないのだって。どうしても聞き入れてくれないので、奥村という人が送ってきた手紙を見せれば、ひょっとしたらと思ってアパートに取りに。そしてヤクザたちに捕まった。はい、きっとヤクザたちはずっとあなたのアパートを見張っていたんでしょうね。刑事さん、お願いです。これ以上父に人殺しをさせないでください。父を探し出してやめさせてください。
意識を回復したマキコさんがいます。ボス、そんなことより早くゲンさんを止めなくては。父がいそうな場所ですか。多分どこかに身を隠していると思うのですが、それがどこなのか。どうか父を探し出してください。父がいそう、多分どうか。ボス、ここまで来てまだマキコさんが父親をかばっているというのですか。彼女のひたむきな目を見てください。もし父親の居場所を知ってるなら教えてくれるはずですよ。ボス、彼女、ボス、それより早くゲンさんを探さなくては。そうです、とにかくゲンさん、つまりマキコさんの父親を探さなくては。ボス、それより早くゲンさんを探さなくては。ボス、それより早くゲンさんを探さなくては。ボス、それ、ボス、この部屋には電話はありません。あ、この間の刑事さん。もう休暇の相変わらず何の。ねえ、人手が足り。アバシリです。はい、阿久津秀夫事務所ですが。警察。先生なら地元で遊説をするため今朝は北海道に向かいましたが、今頃は多分札幌だと思いますよ。ついさっきも講演会だという男の人から電話があって、その話をしたばかりなんですがね。門別の駅前です。警察病院の前です。ゲンさん、ちょうどいいところに。たった今ゲンさんがすごい血相で飛び込んできて、今までお世話になりましたってそれだけ言うと、店の出刃包丁を持って札幌駅の方へ。一体どうしたのかもう訳が分からなくて。ボス、それより早く札幌駅へ。札幌駅です。千歳空港からの特急列車が到着しています。その辺の人に聞いてみましたが、確かにこの特急は今千歳空港方面から到着したばかりだそうです。最新鋭キハ183系の機動車、特急大空です。在来線では初めてのハイデッキの豪華なグリーン車が売り物です。コンクリートでできています。あれは出張帰りのサラリーマンでしょう。
見たところ旅行中の学生みたいですね。最新鋭キハ183在来線では初めてのハイデッキのコンクリートでできています。最新鋭在来線では初めて ボス、今は一刻を争うのです。我慢してください。グリーン車の前に来ました。ちょうど阿久津秀夫が降りてきたところです。ああ、源さんです。やはり源さんはホームの陰で待ち伏せていたのです。阿久津、父を、そして娘を殺された恨み、思い知れ。野村か、飛んで火にいる夏の虫とはお前のことだ。北陵会の皆さん、よろしくお願いしますよ。ああ危ない、阿久津の後援会の人々を装ったヤクザが源さんを取り囲みました。このままでは源さんは殺されてしまいます。ボス、どうしましょう。おい、お前たち全員逮捕する。やばい、阿久津先生、警察ですぜ。なんだと。おう、相手はたった二人だ。ついでにやっちまえ。なんぼなもんじゃ。北竜会のヤクザども、狂気準備集合罪、公務執行妨害の現行犯で逮捕する。恐れ入りやしてございます。阿久津秀夫さん、あなたも本署まで同行願います。たっぷり事情を聞かせていただきますよ。講演会を装ってヤクザを雇うとは、国会議員がやることとは思えませんね。おしまいだ。ああ、わしの政治家生命はもうおしまいだ。源さん、いや野村源次、殺人未遂の現行犯で逮捕します。刑事さん、真紀子、娘の真紀子を探してください。真紀子さんなら警部と私が夕張の炭鉱から助け出して、さっき警察病院で意識を取り戻したところですよ。
当に良かった。やれやれ、ボス、これでようやく一件落着ですね。ご苦労様でした。源さんはどうやら牧子さんが北流会の人質になったことを私たちより一足遅く知ったようです。その後夕張に駆けつけてみたものの、牧子さんの消息はつかめない。私たちが見つけた後だったのですから当然です。牧子さんは北流会のヤクザどもに殺されたものと半分諦めていたようです。だから阿久津を襲った時、源さんはゆかりさんと牧子さん二人の娘の弔い合戦の気持ちでいたんですね。ところで北流会のヤクザたちは源さんの娘ゆかりさんを交通事故に見せかけて殺したことも白状しました。増田を源さんと見間違えたまま殺してしまい、口封じのために二人の娘も殺そうと図った。それが事件の発端だったのです。殺さなければ自分も、そしてもう一人の娘牧子さんも殺される。源さんはそんな切羽詰まった気持ちで二つの殺人事件を起こしたわけです。そういえば源さんは癌に侵されていて、あとわずかの命なのだとか。自分の命と引き換えにでも牧子さんを守りたかった。それが叶ってもう思い残すことはない。源さんは取り調べ室でそんな風に言ってました。ボス、どうやら飛行機の時間です。ではお気をつけて。ボスが北海道から戻られてもう一月になりますね。ボス、一体どうしたというんですか。ここは見慣れたデカ部屋です。ええ、分かっていますよ。昨日起きた新宿の殺しの件でしょ。今調べてるところです。本当に北海道ではお疲れ様でした。署内でのボスの評判も上がる一方ですよ。本当に署内での調べろって言ったって、ここにいるのはボスの信頼できる部下たちですよ。何を見せろというのですか。ほんと、ボスもそろそろいい人を探して早く身を固めた方がいいっすね。いつまでも独身ってわけにもいかないでしょう。わかりました。満腹券に電話してラーメンの出前を呼ぶんですね。満腹券のラーメンならもう電話で頼みましたよ。じきに出前が来るでしょう。満腹券のラーメンならもう電話で頼みましたよ。じきに出前が来るでしょう。は？写真がどうかしたんですか？ああ、そうそう。北海道警の猿渡俊介くんからハガキが届いていますよ。ああ、そうそう。
安福軒のラーメンなら。電話中みたいです。用があるなら終わってからにしましょうよ。電話中み、山さん、ずっと考え込んでますね。例の件、難航してるんでしょうか。ま、今はそっとしといてあげますか。ボス、一体どうしたと言うんですか。ここは見慣れたデカ部屋です。おや、裏側は写真の絵はがきになってますね。結婚しましたと大きく書いてあります。猿渡君と隣にいるのがボスがいつか話してくれた牧香さんですね。実に幸せそうな二人です。あれ、ボス、どうかしたんですか。しんみりしちゃって。まさかボス。ボスも実はマキコさんのこと。ねえ、なんとか言ってくださいよ。ねえ、ちょっとボスってば。ああ、よかった。長いこと黙ってらっしゃるから心配になりました。ありがとうございました。おかげで詳しく事件を振り返ることができました。今まで父から聞いたり、自分で調べたりしてきたことがやっとつながった気がします。おまけに父と母の馴れ初めまで知ることができるなんて、父の一目惚れだったんですね。それにしても気になるのはニポポ人形のことです。あの、やっぱり浦田さんは。あ、もうすぐ釧路ですね。荷物を下ろしましょう。長い旅でしたね。お疲れ様です。でも、これからが私たちの捜査の本番です。父を襲った犯人と消えたニポポ人形の謎、必ず解き明かしましょうね。さて、まずは父と母のところに行きましょうか。二人は北海道警察病院にいます。早速向かいましょう。そうだ、あの、お願いがあります。あなたのこと、これからはボスって呼んでもいいですか。そして父にしていたみたいに私にも命令してください。その方が捜査もやりやすいと思うんですけど、どうでしょうか。父の入院している病院ですね。わかりました。それでは改めまして行きましょうか、ボス。
北海道警察病院に着きました。